ウラジーミル・ワシー・リエビチ・マソリンは、ロシアの軍人、ロシア国防省顧問。2005年から2007年まで、ロシア海軍総司令官、上級大将。1970年、国会高等海軍学校を卒業。北方艦隊において、大型対戦艦のミサイル、砲術戦闘半島制グループ長、戦闘班長として勤務。1977年、 海軍高等特殊将校課程終了後、大型ミサイル艦の専任副艦長、大型対戦艦の艦長、戦列駆逐艦の艦長を務めた。1983年から北洋艦隊戦列駆逐艦旅団,団参謀長。1986年通信教育で海軍アカデミーを卒業。1987年から北方艦隊戦列駆逐艦旅団,団長。 1989年から北洋艦対策戦編号部隊参謀長。1993年、ロシア連邦軍参謀本部アカデミー卒業後、北方艦隊参謀長に任命。1996年からカスピ小艦隊司令官。2002年10月から国海艦隊司令官。2001年、北か深ス地方の実例に基づく武力紛争という、 条件下における兵士の戦闘速応盛というテーマの論文を書いて教育学習志望を取得。2005年、海軍参謀総長、第一副総司令官に任命。2005年9月4日、海軍総司令官に任命。2007年9月、定年により退任し、ウラジーミル・ビソツキ海軍大将と交代した。2007年12月、アナトーリー・セルジコフ国防相は、 マソリン上級大将を国防省顧問として現役に復帰させることを決定した。今後は海洋兵器開発に関するアドバイザーとして活動する。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2<ッ>0 0 7 1 1 0 9 0 0 3 2 3 5 w w w m i l r u i n f o 1 0 6 9 d e t e c t s i n d e x e h t m l i d 3 8 9 1 w i k i m e d i a c o m m o n s には、ウラジーミルマソリンに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。